お疲れ様です。お疲れ様です。夏といえば何ですか？夏といえば、花火！違いますとも言えません。落合陽平の10万ボルト TV。夏といえばカレー、ブランド牛、レトルトカレー5000。ブランド牛っていうのが、そそられるけどね。松坂牛とかみたいな、そういうことですよね、ブランド牛。ああ、なるほどね。他にもありますよ、何ですか。なんだ、神戸牛、近江牛、アンガスビーフレトルトカレーがすごい種類あるのご存知ですか？レトルトカレーはスーパーとか行くとね、結構あるなとは思いますけど、うん、あんまり買わないですよね。値段も様々で、数百円から1000円2000円するものもありますから。そんな中でですね、あのブランド牛の和牛ですねを使ったビーフカレーがありますので、それを落合さんに食べ比べていただこうと思います。はい、ブランド牛レトルトカレー5000円。めちゃくちゃお腹空いてます。しっかりレポートしていきます。一つ目は先ほど落合さんが言ってました近江牛。近江牛ビーフカレー、厳選した近江牛だけを使用し、深みのある美味しさを余すことなく生かし、とっておきのカレーをご家庭の食卓へお届けします。近江末広本店レストランの味って書いてあるから、あ、お店だ。では近江牛ビーフカレー、はい、いきます。ドド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 、おお、肉がゴロゴロっと出てきたよ。おお、まだ出るはい、こちらです。はい、あ、いい香りする。めっちゃいい匂いする。これよ、肉。芋とかじゃないですもんね、これ。芋じゃないね、肉だね。でかっ。いただきます。はい、うん、うん、うまっ。肉うまっ。すごいジューシー。へー、うん、うめっ。肉ありますか、まだ。牛も入っていただきます。柔らけー。リンゴ、マンゴチャツネ、バナナペースト、ココナッツミルクも入ってる。やっぱ結構甘めに作ってる感じなんですね。うん、これいくらぐらいなんだろうね。いくらだと思います、こっちです。わかんない、でも高いと思う。こんな美味しかったら1000円とか超えるんじゃないですかね。オンラインショップがありまして、はい、末広さんの、そこではですね、864円です。おお、これは高級店の味するもん。これちょっと今日は贅沢な夜ご飯にしようっていう週末とかに食べたいですね。うんうんうん、そうだね。落合陽平の10万ボルト TV。 石垣牛、石垣島の自社牧場ゆいまる牧場で大事に育て上げた石垣牛をたっぷり使用しました。パッケージも可愛いな。そうですね、マーさんって書いてますね。マーさん、この牛さんのことを言っているのかな。じゃあいきます。おお、色が全然違う。うわ、すげえ。さっきの色が全然違う。ツヤツヤだ。あ、で、でかっ。でかいね。じゃあいただきます。はい、うん、うん、うまっ。また近江牛と歯触り違います。こっちの方が噛み応えがあるというか、肉って感じがしますね。あ、これうまいね。うん、いただきます。うめえ。原材料にほら、ニンニク、生姜とか入ってる。なんか辛いってよりかは味が結構ホットな感じがしますね。さあ、こちらおいくらだと思いますか？石垣牛どうなんだろう、全然想像つかないね。600円。そんな安いですか？980円。お、北のエースというところがオンラインショップでありまして、はい、こちらでは810円です。おお、なるほど。近江牛より少し、うん、お求めやすい価格になってる。そうですね。あ、書いてました。うん、マーさんの下にちっちゃく、マーさんは沖縄の方言で美味しいという意味です。なんか食べて、マーさんって言うんですね。落合陽平の10万ボルト TV。 続きまして、
飛騨牛です。こちらなんですけれども、なんとオンラインショップの北のエースさんのアイテム紹介にですね、殿堂入りカレー大賞受賞歴第1回第2回3回肉部門第1位すごっ。こちらさ、パッケージ見てくださいと、これ、はい、カレーとか一切映ってないですよ肉ですからね。だって普通はね、カレーのこの完成品をね、そうですね、乗せがちだけど、飛騨牛とともにの吉田ハムが送るお肉がたっぷり入ったビーフカレーですということでございます。これはすごいですね。いきます。おーおーおーおおすげえ入ってる。あ、これはすごい。色は1個目と2個目のちょうど中間って感じの色じゃないですか。そうだね。さあお肉、うわこれめちゃくちゃ入ってるぞ。お肉で一気に2個もいくんですか。お肉いっちゃうか。もう贅沢うん、おー高級、おいしい、うまいじゃない、おいしい。これ内容量が220なんで、先ほど2つより20。あ、おいしい。お肉の量がかなりあるから、はい、それなのかな。で5、6個入ってたんじゃないですか、ゴロって、その大きいのは、うん、いや、違いますよ、そのまあ、今なら僕が悪かったと思いますけどねいただきます。すげえお値段どうですか。いや、落合さん、これはさすがに1000円超えると思いますよ、はい、僕これ1000、いやー、1300円します。僕はこれを、僕は1100円、いや、1400円。お、上げてきましたね。北のエースさんでは税込み980。1000切る。 50% オフとかになってるわけじゃなくてですかレトルトで、はい、これだけのボリューム感のお肉食べれて、ね、1000円切るはすごいと思う。壱岐牛、おお、島風に生まれた壱岐牛、周りを海に囲まれた島独特の島風が飼料の牧草に適度な塩分を与えています。そのミネラルたっぷりの牧草を食べて育った壱岐牛は肉質が柔らかく、しつこすぎない霜降りとなっています。じゃあいきます。はい、どどどど、おおおおおお、まだ出るな、まだ出る、まだ出る、まだある。うお、壱岐牛の歴史は古く、室町時代から飼育されていたとの書物が残されています。日本各地のブランド牛の元と知られている壱岐牛を数種類のスパイスを使い、こだわりの製法で贅沢に仕上げたビーフカレーです。こちらね、あ、でかい、こちらが、いただきます。うん、うん、へえあの、びっくりする、ホロホロホロって崩れ落ちるいやー、ちょ、衝撃の柔らかさ。ブランド牛の原点なんで、ちょ、今回このもうこれだけ一回この牛だけで一回いってみますえいたと思ったのに、もういないですよ。みんなでバッて散っていきました。うん、なんて言っていいかわかんないですね。うまいさあ、おいくらだと思いますか。これは正直、さっきの飛騨牛よりも、はい、もうちょっと高いかなって思ったの。1000円。いや、でもなんか僕は他の3種類が1000円超えてないっていうところで、ブランド牛カレーの業者さんの中では1000円を超えずにこの美味しいものを作るって、なんかこだわりがあるんじゃないかって。これ僕は900円にします。864円。え、今の答えですか。864円です。なるほど、安っ。それぐらいで食べれるってのはすごいっすよ。これ安っ。いや、ちょっとね、お肉がマジでびっくりした。落合陽平の10万ボルト TV。 最後はあいつです。松坂豚キーマカレーです。おお、豚？豚？巻き戻ってみて。俺、ブランド牛って言って。ブランド牛レトルトカレー5000円。あー、なるほど。な
なんだ、仕込まれてんだ、最初から。そして、松坂牛はですね、高い。2000円とかするやつあるし。ちょっと、うちの予算じゃ無理だ。松坂豚を粗挽きミンチにして贅沢に使うことで、ブランド豚の旨味をしっかり味わえるカレーに仕上げました。どんな感じか。どどどど、おお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 また色味が全然違う。優しい色ですね。うん、キーマカレーなんでね、ひき肉です、ね、なるほどなるほど。こうね、こう分かりますかね、細かいのがね、いっぱい入ってるんですよ、こういう細かいお肉が。ですね、こんな感じなんだ。いただきます。めっちゃくちゃうまいよ。牛に負けないぐらい全然うまい。うん、あ、これめっちゃうまい。豚カレーだから香りとか風味もまたね、これまで食べた4つとは全くと言っていいぐらい別物。あー、いい匂い。いただきます。うん、めちゃくちゃうまいですね。これひき肉になってる分、その肉要素が分散して多く感じられるというか。さあ、お茶屋さん、松坂豚キーマカレーおいくらでしょうか。1000円。宮田くんは970円。正解は594円。マジそんな安くいけるんですか。マジ、え、そんな違うの。お茶用への10万ボルト TV。 さあ、改めまして、ブランド牛4種類ブランド豚1種類のレトルトカレーをいただきました。どれも最高でしたね。ちなみに宮田くんはどれが一番お気に入りでしたか。僕、部門で分けると、ルーの味で言うと石垣牛のカレーすごい印象に残ってるというか、まあ、色もガツンとくる色だった。牛で言うと、飛騨牛、一番牛肉を食べてる感じが、ついさっき焼いた肉食ってるみたいな、はいはい、ボリューム感があったんで、牛肉部門はこれで、ルー部門はこれでしたね。僕はね、生き牛かな。今まで知らなかったし、初めて食べたっていうのもあるし、口に入れた時の、このほぐれ、溶けてなくなるような、これはちょっと衝撃でしたね。めちゃくちゃうまかった。夜帰って、夜ご飯に、家でどれが待っててもテンション上がりますね、これは。上がる上がる、間違いなく上がる。まあ、皆さんもぜひね、探してみていただいて、もうどれもね、間違いないですから、はい、ぜひ試していただきたいと思います。最後に何を買っていく。カレー。カレーまた次回もお楽しみに。じゃあね。次郎系ラーメンを作ってみよう。気持ちちっちゃくなってますよ。おー、いいですね、この会社。あ、いい感じじゃないですか。これはすごいぞ。写真じゃないです。あ、動画やって。10万ボルト TV をもっと楽しみたい、そんなあなたにおすすめ。今回ご紹介する商品はこちら。メンバーシップチーム、お、落合が企画編集した動画が100本以上視聴可能、限定動画、ゆるくてラフな空気が病みつきになるライブ配信、落合が読んだ本の感想や今考えていることを赤裸々に綴る10万ボルトマガジン、ここでしか見れない激レア写真も不定期配信、オフショット、詳しくは概要欄をチェック。ご参加お待ちしております。隊長会長、そんなふりをしていつも酔って愛と繰り返して、解雇ライフは丁寧に乗って誰も